しつこく絡まれます。精神科医カバサワショーンのカバチャンネル、今日は質問いただきました。ヒデさん、30代女性、ネガティブなことでも関わりたいという人がいると思います。いろいろしつこく寄ってきてエネルギーが取られます。こちらから脳のサインを出しているのにめげないで何度もやってきます。そういう人といるととても疲れるので何とかしたいのですが、どうしたらいいでしょうか。どのように関わればいいのでしょうか、という質問ですね。結構よくある質問じゃないかなと思うんですよ。こういう経験をしている方っていうのは必ずいるのではないかなと思います。まあ、ある場合メンタル疾患であったり、あるいはちょっとパーソナリティの障害があったり、あるいはそこまでいかなくてもちょっとその毛があったりですね、非常にねちっこかったりですね、依存症系のタイプの人だったりですね、あるいは極度の寂しがり屋であったりですね、いろいろなパターンっていうのはあるかと思いますけども、まあとにかく他の人に構ってもらえないとすごく悲しい気持ちになったり、でも立ってもいられないみたいな、そういう方っていうのはいらっしゃるのではないかなと思うんです。そういう人と関わる場合どうすればいいかということですよね。これは前も話したと思うんですけども、だいたい0か100かでいくしかないっていうのがまず一つの基本としてあるんですね。0か100かっていうのは、話を聞いてあげるとしたら向こうも聞いてほしいから、こっち70で聞こうとしても相手は100で聞いてほしいんですよ。だからしつこくしつこく来るわけですね。物足りないわけですね。100で関わってくれるまで来るわけですね。あるいは100で関わっても120を要求してくるということになる。どんどんエスカレーションしてくるという部分があります。つまりそういう人は常にこちらとしては負担なんですね。ですから無限です。無限にのしかかってくるということが起こってくる。まあこの相談者の人もそうでしょう。だからまあ切るしかないということですね。切るか 100% 受け入れるか、どっちかしかないということ、究極の選択です。ただこの質問の方の場合は困ってる様子を示したり、脳のサインを出しているということが書いてありますので、多分嫌な顔をしたりですね、断ってるっていう部分があるのに相手に伝わってないということがあるのでしょう。こういうふうに人に寄り添いたいっていう方はとにかく寂しいのでね、そっけなくされてもですね、それでもゼロよりはいいということで、結局は満足してるというか、こっちは嫌な顔をしててもですね、そんなにまあ相手に響いてるのか響いてないのか分からないですけども、それでも構ってくれないよりはいいということで言ってくるということはあるのかもしれませんね。なかなかですね、まあ難しいですけども、真に受けないっていうのは一つありますね。真に受けないで聞くっていうのかな、聞き流すのとも違うけど、まあ聞いてるけども共感しない、他人事のように聞くとか。精神科的によくやる方法は、テレビを見てるかのようにですね、自分が相手と話してる、それをビデオで撮って外から見てるかのようにして聞くっていう、まあこういう方法っていうのがありますよね。それをまあ客観的な聞き方という、こういう聞き方をするとですね、ストレスかかんないで聞くことが一つできます。患者さんとかで今のような依存症のタイプの人とかだと、相手を巻き込もうとして猛烈に感情的にどんどん入り込んでくる患者さんもいらっしゃるんですけど、そういう場合は今のような聞き方をしますね。自分をテレビカメラの視線で今話している様子を観察するかのように聞いていくということですね。そういう聞き方をすると、その毒に侵されないというかですね、比較的巻き込まれないで冷静に客観的に話を聞くことができます。それはまあ一つの防御法になってきますけどもね。あとはですね、ノンバーバルに伝えるっていうのは結構重要で、嫌だなと思ってると思うんですけど、言葉では意外と伝わらないです。もうちょっといい加減にしてよって言っても意外と通じない。これを非言語的に伝えるっていうことをやってみてはどうでしょうか。言葉じゃなくて、もっと態度であるとか表情であるとか相性のなさであるとか、いかにもつまんなそうな顔をして聞くっていうのは結構効果があるんですけども、人間っていうのはコミュニケーション言葉で伝えるだけじゃないので、表情とか目線とか態度とか顔つきとか姿勢とか、そういったことでも伝えることができますので、多少聞いてあげるけど、ちょっと長い時間になってきたらね、そういう嫌なメッセージをノンバーバルに非言語的に送ってみるっていうのもね、一つありなのかなというふうに思います。どうしてもそういう人の話を聞かなきゃならない状況っていうのは往々にしてあるかもしれないけど、いくつかのこう防御法を使いながら防いでいくという、そういうまあ心理的な話をちょっとお伝えしたので、ちょっと試しにですね、どれだけ効果があるのか使ってみてほしいなと思います。精神科医カバサワショーンのカバチャンネル、毎日の動画を見逃したくない方はチャンネル登録をお願いします。登録はこちらから。